明治安田生命大阪御堂筋ビルは、大阪府大阪市中央区伏見町にある事務所ビル。別名、ランドアクシスタワー。2001年7月17日、明治生命保険の開発、竹中工務店の設計、施行により、大阪明治生命館、ランドアクシスタワーとして竣工。1965年竣工の旧、大阪明治生命館の地く帯を活用。 再生し立て替えた。2017年3月24日、共有持ー分50%が、明治安田生命保険から、グローバルワン不動産投資法人に譲渡価格92億円で譲渡された。なお、共有持ー分50%の2020年9月30日時点の、鑑定評価額は111億円である。テナント総数は14社。なお、春工当初、 テナントとの賃貸借契約は、定期借家契約で、近畿圏で最初に、ビル全体を定期借家契約で行った、例とされている。AB ランドアクシスタワー、大阪明治生命館、ランドアクシスタワー竣工2001年7月16日、明治生命保険、竹中工務店建築作品資産の取得及び、貸借に関する、お知らせ2017年3月22日グローバル。 ワン不動産投資法人 AB グローバルワン不動産投資法人有価証券報告書2020年9月期 DFL リース会社概要遠隔大阪町並小過去作品集日本建築学会日本建築学会賞日建連表彰 BCS 賞ありがとうございます